はい、皆さんこんばんは。では今夜もですね、13日の金曜日やっていきましょう。今日はですよね、ちょっとジェイソンをやりたいんですけども、これは、私確定ですね。やりました。ちょっと人を救うのももうちょっと疲れちゃったので、今日は逆に人を殺して回りたいと思います。助け合う人々をどんどん端から殺していきたいと思います。嫌な位置だな、これ、ヒューズ。ここはね、目立つんだよね。ちょっと、罠3つしか置けないけど。警察だけ本当に嫌なんで。3つ仕掛けておきます。さて、まあ、序盤はやることないので、とりあえず、ナイフ取ったり、電気壊したり、あと無意味にね、カウンセラーを追い回して、アイテム取得の邪魔をするとかね、という嫌がらせ方法もありますね。やられて嫌だなと思うのはそういうことですからね。進んで人の嫌がることをやりましょうという、ね、言葉もありますから。さて、あちらこちらで波形が見えるけど、ん？これ、たまにこう、ね、キャラクター表というかあれ見えなくなるのはなんでだろうね。移動しながらだと見えないのかな？どこだ？近いようで遠いみたいだな。まあダメですね。やっぱちょっとある程度こう、目的持って動かないとこういう風にフラフラになっちゃうのでね。嫌がらせしようかと思ったんですけど、全然いないわ。的が外れましたな。じゃあ、とりあえず、あと少しでシフトが溜まるので、そしたら本番です。まあ、暇つぶしにナイフを取って、見えましたね。7人か。じゃあ、狩りの開始です。じゃあ、この辺かな。いましたね。さあ、始まりです。さあ、こっからですよ。2匹いるね。2匹か。いや !3 匹いるね。ここには密集してるのか。これぶん殴られるな。扉を壊した瞬間に殴られるんですよ。ほら。これ結構上等手段ですよね。みんなやります。私もやりますし。ただ、殴られたって別にいいですよ。相手がどっち逃げたか見てれば。うん。走って逃げたね。じゃあ、あとは追っかけるだけです。追っかけて、スタミナが、切れたところを狙いますが、こいつはちょっとスタミナ切れは、しないんだよね、あんまり。ちょっと飛びすぎたな。でも、反対側に逃げたやつを追えそうですね、これ。これは、一直線に逃げたらチャンス。今だ！今です！下手す。まあいいや。おっと、彼氏が来ちゃったな。はいはい、コンバットスタイルで防御しつつ、引かない？ずいぶんとのぶとい声ですね。勇ましい。でも、もういいや。はい、お疲れさーん。はいね、なんだこのメイソン。大丈夫大丈夫か中の人。むせてたけど。すごい殺してたね。いや、名演技です。おや？やる気みたいですね、この子。なんだこの子。トラップかかったな。お前なんだ？ナイフ、なるほど、ナイフやりたかったのか。もったいない。あれ？もう一回罠にかかったやつがいるな。どっちだっけ？こっちじゃないか。あっちか。あ！え？
お前何してんの？おい、三つしかない罠なのに。おい、ふざけんなよ、お前。うわ、この足か。この足が悪さしたのか。あ？あっちゃー。か、ベソン、うるさい。お前何してる、さっきから。いやー、罠三つとも壊されちゃったな。だとすると、守りにくいぞ、これ。いや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 。困っちゃったな。警察呼ばれたくないな。しょうがない。ここを拠点に動き回るしかないか。この辺にでも集中してくれればいいけどな。おっと、いたぞ。直線上に。さあ、2匹。ああ、うま。グラブの方向間違ってんな。そっちにやったわけじゃないんだけどね。まあ当たってね。さあ、これは効かないぞ。残念、効かないんだよ。レブは当てやすいですね。ほら、当たった。あ、それダメ。それダメだよ。ダメよ、それ。それはね、この間私もやっちゃったけどね。回復、シフトがある相手にね、目の前で回復すると、やられちゃうよ。私も前回の動画で やっちゃってましたけど、危ないですからね、あれ。気をつけましょう。足止めちゃうからね、やっぱり。さあ、今、メイソンっぽいキャラが入ってったように見えたけど、外出たな。外出たか。あっちか。じゃあちょっと先回りしますか。この辺かな。あー、トミーが来たのか。トミーのとこに助けを求めに行ったわけだね。でーも、いや、メイソンからやろう。あー、バッテリー持ってんのか。あー、トミーがショットガン狙ってんのか。耐えたくないな。耐えたくないな。どうしようかな。あ、撃ってこなかったね。ちょっとここで。危ないっとー。ラッキー。ショットガン外したね。ちょっと偶然でしたけどね、避けたのは。トミーが割り込んでこないのか。まあ、この子はもうじゃ助からないですね。ナイフは持ってるかな。まず弱らせてからナイフは持ってないですね。守れなかったね。さあ、ではあと2匹か。1人は全く見てないな。音が出てるね。あ、トミー正面にいるね。あれ何してんだ。何？なんかめっちゃ喋ってる。あ？何してんの？あ、わかった。うん、死にたいんだね。いいよ。望み通り殺してあげよう。あれかな。ショットガンを外したことをこう悔いていたのか。かわいそうに。今楽にしてあげるよ。They deserve to die, Jason. Make them suffer. あと一人はあそこで動き回ってんな。何してんだろう。あと一人ずいぶんでかい音出せるやつだな。あー、はい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 、あれか、ボーイか。なるほどね。あー、これまた殴ってきますね。ね、証拠にもなく多分殴ってきて得意げになりますよ。どうしよっかな。あー、でもいいや、殴らせてあげよう。もしかしたら、スタンしないかも。したわ。したわ。まあ強いかね、あのキャラね。スタンした後に随分遠くまで逃げんだな。それだと、
先回りされるとスタミナ回復する暇ないぞ。様子見て逃げるならわかるけど、そんなに距離空けようとすると、辛いのでは？まあ面白いのでちょっと、もう多分今から警察呼ぶのも車直すのも不可能だと思うので、ちょっと遊びますか。この人はね、もう絶対助からないので、どのように逃げるか見てみましょう。人によってやっぱ逃げ方って違うと思うので、もしかしたらすごい有効な手段を使うかもしれない。最後の一人。ほー、今シフトでギューンって行こうと思ったんですけど、もう外出てましたね。割と距離を取ろうとするタイプですね。一撃離脱っていう感じの。はぁ。ただ一撃離脱は上手なんだけど、やっぱ音でバレちゃうからなぁ。さあ、入るか？入りましたね。でももうレイジが溜まってるので、先ほどの手段はもう通用しないぞ。さあ、ここまでか。どうする？ライフか。最後の人って絶対持ってるね。さて、ドアでくるくるするか。まあ、しないか。うん。いや、残ってるね。実際この、あれ？ああ、違ったね。無償化落としたもんね。そっか。まあ、この状態になっちゃったら、家の中でくるくるはあんまり有効な手段ではないよね。え？どうする？ああ、出ちゃったか。こっち側逃げるか、反対側に回った方が良かったんじゃないのか？とりあえずシフトをしないで、一定距離を保ちつつ追っかけてみましょうか。まあ、チャンスがあったらこうします。ナイフ取ろう。あー、でも取ると遅くなっちゃうからいいや。ナイフでちょっと牽制もしたかったですけどね。どんな反応するか見たいね。それ行くぞ！掴んじゃうぞ！下手ですな。来た！あ！来ないか。来るかと思ったんですけどね。そこは扉がないよ。ドアを閉めてドアを開けた瞬間殴ってくるか。ああ、反対側来たか。あ、おしまいですね。なるほど。あんまり殴るタイプではない。奇襲以外はしないタイプでしたね。なるほど。じゃあ、みんなのところに行かせてあげよう。おやすみなさい。そっか。うん、まあ確かにリスクがありますからね。殴りかかるということはそれだけリスクがありますから。こういう逃げ方の方がいいのかな。私はあのキャラの使い方よくわかんない。ちょっと参考にさせてもらいたいと思います。まあ私シフトが下手くそだけども、このジェイソンパート9はですね、シフトが早いので、追い回しやすいね、やっぱりね。非常に強いキャラだと思います。ぜひレベル31に到達した際にはね、使っていただきたい。普通に強いですよ、これ。強いジェイソンだと思います。なかなかジェイソンが来ないですね。これはジェイソンパート8ですね。さっきからずっとやってるんですけど来ないですね。来たー！来た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 。最近なかなかジェイソン回ってこないね。今回はジェイソンパート8やっていきたいと思います。私のね、お気に入りですね。やっぱ、ドア壊すの早いのいいですね。あと、罠が5個置ける。パート9もね、すごい強いんですけど、罠3つしか置けないからね。さっきみたいに、罠解除されまくったりするしね。いざ使いたい時に使えないっていう。何よりもね、扉壊すのが早いのがいいね。
お、時間差で壊れた。バリケードがなければ、一発か。バリケードがあっても三発と。めっちゃ早い。相手のスタミナ切れを誘うプレイには向いてるキャラだと思います。さて、では、今度は車行ってみようか。おーう、ノイズに給油してるぞ。No! No! No! Let me go vroom vroom! Let me go vroom vroom, okay? And you go vroom vroom?そうはさせないよ。そうはさせないよ。何言ってんだよ。そんなに怒んなよ。てか、ここいっぱいいんな。つか、あの人、扉に突っ込んだぞ。あっと。ここいっぱいいるな。さっきの人また出てきたし。なんだここ、にぎやかだな。どうなってんだこれ。おっと危ない。お前は何をしてるんだ。君は何してるんだね。多分バグっぽいね。窓から動けなくなるバグに引っかかったっぽいね。なんという不運でしょうね。2、3人いたね。これはずいぶん賑やかな部屋に入っちゃったな。このメイソンはさっきも何してたこれ。あ、これもらった。はい、ナイフ切りいただき。オーマイゴー、罠置いてるね。でも罠はよく見れば避けれる。2人ぐらいいるか。あれ、死体が転がってる。回線落ちか。ね、回す。どっち行こうかな。こっちだ。あ、下手だな、やっぱり。困りましたね、これね。どっち追っていいか判断つきにくいとき難しいな。キャラ的にはあっちだけど、遠いのでこっちから行こう。もうさっきといい今回でだいぶ、お、やる気だね。いいよ。やるんだね。やんないのかよ。やんないのか。やるふりだね。お、やる気だ。今度こそやる気かい。やんねんかよお前。何したいんだお前。やるんかと思った。まああれだよな、先撃ってきた方をね、避けて攻撃ってのもありです、思いますけど。まあ、ジェイソンはグラブがありますからな。次は女の子かな。ちょっと笑いすぎて喉乾いちゃった。こいつなんだろうね。さて、どうやって追い込もうか。とりあえず扉は破壊しとこう。出るかな、出るかな。いないな。クソ、出たか。反対だったな。いいや、走らせておきましょう。じゃあ先回り。ああそこは扉開いてるね。うん、どうする、戻るか。さあ残念。ああこっちも間に合わなかったか。ちょっとここはナイフは取らないでおこう。あそこ入るから。それは、残念。一発は全然、ダメージにならねえな。ここが開いてるから、どこだ？どこだ？室内は分かりづらいな、やっぱり。ちゃんと、シフトする前に、おお、殴り変わってきた。さあ、瀕死。さあ、どうする。わあ、女の子の一撃で、びっくりしちゃった。まあもう、彼女は助かんないでしょう。回復もないみたいだし。危ないねそれ。ああ、よかった、死ななかった。勝手に知られちゃ困るからね。せめて罠仕掛けておこう。さあ、で、これでおしまいです。
せーの、ほいっと。暖炉いけるかな。あー、ナイフ持ってたか。だいたいみんな持ってるのね。どうしよっかな。2本目はまさかないよね。2本目があったら、僕は君を許さないよ。ナイフで切れるかな。あと一発ぐらいだろ。追い込んだ。おしまい。まあ、ここはもう逃げ道ないよね。扉壊しちゃったもんね。やっぱ扉がないとシフトで入れちゃうからね。逃げ道はないかな。さすがに、辛いな。さあ、ちょっとこっちでだいぶ遊んじゃったので、あと二人か。もしかしたら、車の修理とか進んじゃってるかもしれない。車はないか。ボートか。この辺にはいないね。まあ、ボートはサービスだけどね。まあ、とりあえず電気を壊して回ろう。ちょっとね、メイソンとトミーというステルスキャラっていうか、音を立てないキャラが残っちゃって、非常にだるいですね、これ。こいつはステルス10なんですよね。見えない。音も聞こえない。どうしようかな。なるほど。トラップにかかったね。ちょっとワープは使えないけど、近いね。シフトで行こう。誰だ？ああ、電話してるね。これは、これいかん。そうはさせないよ。ガン！誰だね、電話しようとした子は誰だね。トミーか。いや、でもおかしいな。電話の声はトミーじゃなかったっぽいけどな、あれ。メイソンだった気がするね。おそらく二人いるな。あれはトミーか。もう一人いるはず。いや、電話修理してんな。こっちがトミーか。いや、奥にいた。オッケー。あー、照明弾遅かったね。いやー、今撃っても無駄だよ。もったいない。そのショットガンがあればもう少し生き残れたのに。なるほど。トミーが暴れ回ってる間にメイソンがここ直してたのか。そっか、それは残念だったね。気づかなかったな。でも、2匹いたのは、声で分かったね。さ、でもこれでおしまいだ。はい、罪です。おーっと外したけど。でもラッキー。じゃあ扉で最後フィニッシュしましょう。このメイソンちょっと最初捕捉できなかったね。まあ、ちょっと今回はだいぶドタバタの、部屋に入りましたな。一人回線落ちしたっぽいので一応これで全切るかな。今日やったジェイソン2000ともちょっと面白かったですね。なんかみんなわちゃわちゃしてる感じで。グループだったのかな。楽しんでもらえたら何よりですと。そうですね、ノーサバイブ、全員殺しましたね。楽しい、ゲームができてよかったと思います。はい。ぜひ皆さんもね、ジェイソン、やってみてください。